イオン気仙沼店は宮城県気仙沼市赤岩間下にあるイオングループ系列の総合スーパーである。2011年3月11日に発生した東日本大震災において気仙沼市に押し寄せた2.8メートルの津波により被災した大な被害を受けた。災害発生時には店舗に津波が押し寄せたことで営業を中止したが店舗そのものは避難場所。 ヘリポート、物資集積所などとして、被災直後から積極的に災害復旧支援に活用された。2011年3月16日には緊急支援、非政府組織、シビックホース所属のヘリコプターが、同店の広い屋上をヘリポートとして活用し、家具量半世界企業のイケアから提供された毛布、非常食などの救援物資を集積し、 またその集積物資を別の NGO であるピースウィンズジャパンが、気仙沼市内の中学校に設置された避難所へ配給するなど、ヘリポート県物資集積所として機能した。もともと、イオングループは NGO と災害発生時に物資運搬などの協力を行う協力関係を築いており、 東日本大震災以前では2004年に発生した新潟県中越地震でも前日のピースウィンズはイオングループ所属のジャスコおじや店駐車場に避難所を設置した過去があった。本地震においてもイケアの担当者が災害支援目的で行政に支援物資の輸送先を尋ねたが行政の混乱のために輸送先がなかなか決定せずイケアが 行政対応を諦め複数の NGO に協力を求めたところ、ピースウィンズが応答し、イオン気仙沼店が協力したものである。地震発生直後、通用口に殺到し屋外へ逃れようとする従業員、買い物客らを店長が、とっさの判断で店外屋上へ避難誘導し、地震発生わずか20分後に2.8メートルの津波が店舗へ到達した。 2011年3月12日から同年4月3日にかけてイオングループ本社、本部、グループ企業から応援部隊を派遣し、合計23社、延べ2600名が現地で被災地店舗などの復旧、復興支援や店舗の販売再開に向けた応援作業を、また従業員の安否確認作業に従事した。2011年4月1日には、 屋上駐車場に売り場を設置した青空市場として限定的に営業を再開、同年9月29日には1階部分の復旧と営業再開が完了、同年10月に全階層で営業再開となった。災害復興支援活動の自社まとめとして、イオン気仙沼店は、イオングループの本社、イオンディライトによる地震発生直後の社員たちの活動などを振り返る動画に、 従業員とともに登場2015年2月中旬に公開されている。ありがとうございます。